ヨットゲームチャンネルへようこそ。ヨットと申します。ドラゴンクエストビルダーズ2スイッチ版、続きをやっていきましょう。はい、前回ね作ったこのね寝室からお送りしております。はい、前回ね胎児を育てる新たなねお題をマギールさんからねもらいましたよね。はい、そのお題がですね、はい、右上たくさんの野菜っていうことで、250マスの農園を作るのと5種類のね野菜を作ってくださいっていうミッションでしたよね。はい、で今回はですね、おそらくまあねキビのねあの栽培にね成功してないんだけど、新たなね種を見つけに行くんじゃないかなと思っております。では早速加速装置。はいはい、 1.5 倍速でね今回もやっていきますよ。っていうかずっと 1.5 倍速でやってるんだけどね、誰か喋れない？あ、なんかマークついてるね。お？誰誰誰？あられちゃんか。あられちゃんにねマークついてますよ。ちょっとお話伺おうか。ちょっとここちょっと人口密度が多いからね、ちょっと出てくれないか。お前、はいはい、ちょっとね人口密度がすごいんですけどね、なかなかねこの倉庫から出てくれないんでね、もうここで話しましょう。うん、寝癖さんが持ってる、それひょっとして新しい種じゃないですか。ちょっと待って、持ってないね。植えてん、そこに植えてもね全然育たへんねん。うん、そんなしれっと持って、これもワンちゃんについて行ってあげたからですね。新しい仲間も見つかりましたし、そのキビの種リズさんが持っていたということは湿地帯でならもっと見つかるかもしれません。あ、そうかもしれないね。ワン、お、どうした、犬どこどこや、あそこにいるのね。うん、よし、それじゃあこのままこのワンちゃんに協力してもらって、って、え？何？どうした？うんこしてんのか？まあ、うんこすんなよ、お前。小麦畑にうんこすんなよ。ワンちゃんさん、ワンくんさん、ワン様さん、ない、なんやねん。あ、なんか名前をつけてくれとかね、言われそうだ。あの、気ままぶり、簡単に言うことを聞いてくれなさそうですね。一体どうすれば？くっくっくか。先生来たね。来たけど、先生めり込んでるけどね、大丈夫かな？うん。動物を懐かせるには頭を撫でてやるのが一番だろう。先生喋り出したらさらに犬どっか行ったんだが、うん、人間に抱く警戒心を破壊するのだ。近づくときは走らぬこと、後ろからこっそり近づき撫でること、それが動物を懐かせるコツだだそうです。ネクセさん、シドウさん、うまく頭を撫でてあのワンちゃんを仲間にしてください。え、ごめん、ちょっと待って、まだ仲間になってなかったの？あ、来たね。犬を仲間にしよう。犬の後ろから L を少し傾けてそーっと近づいていこう。A で撫でると懐いて仲間になるぞこれしなきゃいけないの？しなきゃいけないのか？俺行こうか。おい、シドウ、お前邪魔すんなよ。俺に任しとけ。犬どこ？あ、いたいたいた。静かに、動物がいるぞって言ってるね。動物がいるぞってないの、お前。さっきまで犬犬言ってたのに、お前そっと近づけよ。分かってるよ、お前邪魔するんじゃねえぞ。ほら、こういう時に限ってね、もうモンスター来るんだ何こいつら。おい、お前中東兵団集まれ。もう今から犬撫でるいう時に来るでしょ、お前。もうよし、シドウ、仕切り直しだ。今ね、あの犬が、このね、寝室の中に入っていった。これはチャンスじゃないのか？お、なんだ？この二段の壁の高さなら、軽く飛んで越え上がるぞ。あの犬、予想以上に身体能力がありそうだ。気をつけろ。上から行くか、上から行くか。よし、行け！行ったぜ！犬を手なずけた。あ、そんな簡単に。なんか、ちょっと待って。もう無理やり仲間にした感がすごいぞ。いいの？これで。うん、まあ、とにかくね、仲間になったかな。クーン、クーンって言ってるね。ワン、ワン、ワン。お、どうやらこの犬、お前に懐いたみたいだな。ワン。ははは、こいつ、どことなくお前に似てるな。よし、早速名前をつけてやろうぜ。どこが似てんの？え、言ってみて。うん、うん、そうだな。お、考え込んでるね。いい名前ある？よし、お前の名前は、アニマルゾンビだ。それか、デスジャッカルだな。アニマルゾンビにするじゃ。いいのか、お前、それで。あ、名前を入力してください。あ、そう。ほんならどうしようかな。ちょっとね、名前決めたいと思います。はい、できました。ここはどこだ？島だ。はい、島田さんです。島田がついてくるようになった。なんだよ、勝手に名前つけやがって。ま、島田っていうのも悪くないが。ま、ちょっと気に入ってたんでしょ？うん、ワン。島田、お前は今日から俺たちの仲間だ。しっかりついてこいよな。ワオン。島田さん喜んでるね。オッケーオッケー。あ、何回も撫でれるぞ。あ、その撫で方なんや。ワンワン。なんもないのかい。あ、来たぞ、あられちゃん。ダッシュできたぞ。なに。おお、めっちゃハード出すやんけ。すごいですね。寝癖さん、やったやった、やりました。まあ、先生も来たけどね。うん、ワンちゃんを仲間にしてくれたんですね。ほら、島田挨拶しろ。うん、ワン。うふふ、島田さんがいれば、これからの種探しもはかどりますね。ついに、モンゾーラ犬である島田さんも仲間になりました。今こそ本格的に種を探す時です。
そこで、寝癖さん、私たちで種探し隊を結成しませんか？お、種探し隊、まあ、っていうかね、まあ、調査兵団って言ってね、何人かメンバーいるんだけどね。うん、寝癖さんがリーダーで、島田さんが案内役。私とマギールさんが司令塔です。お前、勝手に決めんなよ、お前、ハンジさんのつもりか、お前。そのメガネ。それでええの？先生もそれでええの？え、指導さんが入っていないですって？あ、そうだね、指導。うん、それじゃあ指導さんは切り込み隊長ということで。え、いいのか、それでお前。それじゃあ皆さん、畑作りはドルトンさんたちに任せて、島に眠る種探しといきましょう。イェーイ。達成。オッケーオッケー。ほんならね、あ、また喋れるのね。うん。え、さあ、寝癖さん、早速、種探し隊の出動です。種探し隊ってやめてよ。お前、調査兵団でいいでしょ？まず、手始めに、キビの種を探しませんか？リズさんにもらった分じゃ、まだ少ないですし。あ、そうだね。ただね、ちゃんと育てられてないんだよね。うん、ふむ。キビの種は、湿地帯の水の中に埋まっておろう。あ、そうなの？モンゾーラ犬ならば、見つけられるはずだ。先生、さすがね、物知りだよね。犬が走り出したら、後を追い、吠える場所の水の中の土を掘るのだ。そうすれば、求めるものが見つかるだろう。水の中ね、それは盲点でした。ただ、キビは特別な育て方のある作物だ。手に入れてもすぐに植えてはいかん。先生、それを早言うて、もうあこ植えてね、何回も腐っちゃってるんだ。え、それじゃあ、一体どうしたら？クックック、安心するがよい。キビの育て方はわしが教えてやろう。あ、さすが先生。だが、キビを育てるために、ある道具が欲しい。あ、なんだって？湿地帯にある高台の家に、メギラというわしの召使いがおる。そやつに話して、とある壺を取ってくるのだ。おー、壺ね。では、ネグセさん、湿地帯のキビの種を25個と、え、ごめん、25個じゃないとあかんのそれ。うん。マギールさんの言う壺を取ってきてください。あ、目的地がね、表示されたぞ。オッケーオッケー、ちょっと地図見てみようぜ。よいしょ。湿地帯、あ、こっちの方だよね。あ、これね。うん。3匹のネズミ。ほう、ネズミのとこ行ったらいいんかな？ほんならね、早速ね、ワープして行ってみましょうか。はいはい、湿地帯へね、やってきました。ワンちゃんとね、指導を連れております。あ、あこにいるぞ。ほら、びっくりマークがね、あるよね。よしよし、あくまで行くぞ。ゴー。あ、なんか赤いネズミいるよね。赤いミミズ、あ、ミミズって赤いネズミがいるよね。オッケーオッケー。お前、お前か？チュチュ？なんだお前、ネズミたちの楽しい井戸端会議を邪魔するんじゃねえよ。チュ？畑作りのために作物の種を探し中？お前、面白そうなことをしてんな。ネズコども、この湿地帯のことやキビの種のこと、何か知っているなら今すぐ吐き上がれ。チュワー、吐き上がれだ。あんちゃん、やけに偉そうじゃねえか。おい、お前たち、このお偉いあんちゃんに身の程ってやつを教えてやろうぜ。チューヒャッハー。お、バトルなる、バトルなる。あ、あ、いいよ、お前、お前逃げとけ。島田さん逃げとけ、お前。お前、戦闘用の島田さんじゃないからな。うん。うん、ちょっと待って、めっちゃ弱いぞ。めっちゃ弱いぞ、こいつら。イエーイ、楽勝だぜ。ふん、雑魚どもが身の程を知ったのは貴様らだったな。ちょっと待って、これもし殺してしもたら何の情報も得られないぞ、指導。わかってるか、お前。ん？もう少し平和的になんとかできないのか、だと？ふん、手加減はしてやった。心配しなくてもすぐに目を覚ますはずだ。多分な。うん。大丈夫かな？チュ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 。ほらな。今度こそ種や畑作りのこと吐かせようぜ。あ、やられたでチューって言ってるね。お前、お前ちょっといいか？うん。チュチュ、見ませんでした。あ、ごめん。チュ見ませんでしたね。お前、ややこしいね。生意気な口聞いて、お連れさん強いんですね。さあ、聞きたいことがあるんなら、なんなりとどうぞ。うん、カクカクしかじかでね。うん。おう、あなた、キビの種を探しているんですね。まあ、そこはですねって言えるんやったら、お前、普通に喋れよ。キビの種は、この湿地帯の水辺の土の中に埋まっていると思います。あ、先生がね、言ってたことが正しかったんだ。お連れのお犬様と歩いていれば、種を見つけて場所を教えてくれますよ。そうですね、差し当たり、あそこのトンネルを抜けたあたりとか、怪しい気がしますね。ほう。そうそう、せっかく湿地帯に来たんです。高台のお家を見学したり、珍しいリリパッドに会って行ったりするといい思い出になるかもしれません。おー、なんだって？その辺の情報は横にいる2匹の大ネズミが知っています。ぜひ話を聞いてみてくださいね。おー、達成したね。それがあれかな？先生のね、なんかこう、召使いなのか？あなた。チュッチュッチュ。おいら、この湿地帯の西でリリパッドを見たっちゅう。お、西？おいらが見たところ、そのリリパッドは何か悩みがあるみたいだったっちゅね。ちょっちゅね、みたいに言うな。お探しのキビとは関係ないでちゅが、もし気になるのなら、湿地帯の西に行ってみるっちゅ。あ、またね、目的地が表示されました。ちょっと見てみよっか。うん。あ、ここね。西の湿地のリリパッド。ほう。了解、了解。あなたは？さっきはすみませんで、ヤシタ。あなたはヤシタなんだ。うん。まさかお連れの方があれほど強いとは。あなたは、普通でヤシタけど。お前、もう一回芝居だろか、お前。ところであなた、この湿地帯にある高台の家には行ったでやすか？どこのこと言ってんの？
高台の家、どこのこと言ってんの本当に。あそこには、メギラって魔導士がいて、畑作りに役立つ特別な壺を持っているらしいんでやす。あ、それがね、先生のね、召使いだ。もし興味があったら、ここから南の高台の上にある家に行ってみるでやす。あ、さらにね、目的地が表示されました。見てみようぜ。よいしょ。あ、これね、だいぶ南だよね。マギールの家にてってね、言ってます。ほんならどうしようかな。まあ、近いからね、先に、こっちの方行こうかな。あ、というよりも種を探すんだった。そうそう。種を探せ。このね、湿地の入り口周辺だよね。オッケーオッケー、ありがとう。お、あ、雲来たぞ。おい、雲来たぞ。あ、お前、大丈夫か、ネズミ。こい、お前ら。大丈夫か、ちょっとビリビリしたんじゃないか、お前。大丈夫か、お、大丈夫かって言ってね、ほら、指導聞いてくれてるぞ。うん。あ、お前がちょっとビリビリしちゃったね。うん。よし、島田さん行くぞ、みんな。よし。あの、トンネルの方って言ってたよね。いけいけいけ、もう。駆け抜けろ。プロコンの調子がね、相変わらず悪いんだが。なんか反応しないか、島田さん。島田さん、どうだ、どうだ、キビの種ありそうか、どうだ。おい。お前ちょっと、お、そうそう、匂い嗅いで、匂い嗅いで。どう島田さん。種の反応はありやせん。なんだと、ほら、また来てる来てる、もう雲来てるわ、ほら。気をつけろ、気をつけろ。ポイント自体は弱いからね。よっしゃ、オッケー。お前入っていけんのこの水の中。あ、あなた水の中入れるんだ、島田さん。お前、たまに息継ぎしたら死ぬぞ。大丈夫か、どう島田さん。ちょっとね、島田さんにね、種を探してもらいたいと思います。くそ。このね、水の中だったらね、この攻撃も遅くなるんだよね。かなりこの水の中の戦闘危険だ。やばいやばいやばい、死ぬ。アイテムアイテムアイテム。アイテムアイテム。逃げろ。あかあかあか。逃げろ。これ約束使え、約束。あぶねえ。くっそ、てめえ、よくもやりやがったな、この野郎。もうレベル上がりそうだけどね。でもほんま、島田さん、なんとかしてくれ、お前。ないか、お前。種を探せ、島田。あか、やばい。あか、やばい、死ぬ。ネグセたちのレベルが上がった。ネグセたちのレベルが6になった。最大 HP が上がった。うん。ってお前一人で。うん。指導。あ、指導、お前どこだ、大丈夫か、ははは。あ、違う、いいだ。大丈夫か、お前死にかけてなかったか。ネグセ、魔物どもを倒して、また一緒に強くなれたな。ところでお前、物を壊すとき、ちまちまとハンマーを振ってめんどくさくないのか。仕方ないでしょ、これしかないんだから。よし、もっと楽しく破壊ができる方法を俺が考えてやろう。そうだな。俺が言う通りにやってみろ。まず、いつものようにハンマーを振る。はい。そして、そのままドーンと振り下ろす。いつものことでしょ。ハンマーを振りながら攻撃する感じだな。どういうこと？おう。何それ？おう、いい感じじゃないか。その技、これから物を壊すのに使うよな。お、ドッカンハンマー。はぁ。ドッカンハンマーを覚えた。ZR を押しながら Y を押すと、ドッカンハンマーが繰り出されると。広い範囲を一気に壊せるぞ。おう、早速やってみよっか。ん？さらに何かひらめいたね。瀕死です。すいません。うん。トゲコンボ。植物の茨をつけたコンボ。あ、指導用のね、装備だぞ。オッケー、ごめん。何はともあれ、回復させてくれ。オッケー。ドッカンハンマーしようぜ、ドッカンハンマー。ドッカンハ、え？あのエフェクト出ないんだが。あ、これでいいの？よいしょ。島田さーん！大丈夫かも、島田。うん。今の要領ね。逆に時間かかる気するんだが。うん。まあいいわ、まあいいわ。ちょ、いや、そんなことよりよ。お前、島田さん、お前、種探せって。種を探してくれ、島田。お？島田どうした？ついにか？ついに来たのか？お前、クンって、お前、そんな水の中でお前、息してもうたら死ぬぞ、お前。ん？どうした、島田？急に立ち止まりやがって。ワン、ブクブクブク。うん。何を言いたいのか、さっぱりだが。そういや、鼻が利くモンゾーラ犬は種を探せるんだってな。お、そこにあるんちゃうか。よし、寝癖、島田について行ってみようぜ。いや、だからさっきからついていってるけどね。ああ、ワンワン来てるぞ。ついに、レーダーに反応あり。お前、えらい遠いとこ行くな。大丈夫か。なに。あ、なんか光ってるぞ。ワン。島田、ついに見つけたか。おい、島田、そこに何かあるのか。ワン。どうする、ネグセ、あの光っているとこ掘ってみるか。光ってんのが見えるんだったらね、島田さんあんま意味なかったけどね。うん。種を見つけてワンワン。犬が何かを見つけて吠えることがある。吠えている場所に行って地面を掘ろう。ZL を押しながら、ZR で地面が掘れるぞ。なるほどね。やってみよっか。よいしょ。ほら、ここね。ZL を押しながら ZR。何それ。うん。ただ潰しただけやんけ。まあ、なぜかね、キビの種があったぞ。種を見つけたんだな。よくやったぞ、ネグセ、島田。ワンお前の手柄みたいなことになってるけどね。うん。その種探してたキビの種だよな。よかったじゃないか、見つかって。
それにしても水の中に埋まってやがったから、なんでまたそんな妙なところに。これがね、キビの育て方と何かね関係してるんじゃないかな。キビの種は確か25個いるんだったな。もっと湿地帯を歩き回ってみようぜ。そうすりゃワンコが見つけてくれるかもな。オッケーオッケー。じゃあ何にせよ、こうやってね光ってるところのこうやって掘っていってね。よいしょ。こうやってキビの種をね集めていこうと思います。おう、島だ。また見つけたか。よしよし。お前が見つけたら、どうやらな、あの、光るみたいだからな。お前は、やはり意味があるみたいだな。うん。もともと光ってたら、わやくちゃだったけどな。よし。ほら。よし、あるぞあるぞ。ナイスナイス。よし。こんな感じでね、島だ。お前、どんどんね、木を探せ、お前。お？もしかして、これね、あれが、あの、言ってた先生の家じゃないのか？だいぶね、なんか上の方にあるぞ。よし、行ってみよう行ってみよう。なんだかんだでね、このね、キビを探して、こうね、ずっとね、南下してたら、結構ね、家の近くまで来たぞ。ほらね、びっくりマークあるよね。あっちの方行ってみようぜ。どうやら、ここの真上っぽいけどね。なんかどうやって登っていくんだろう。あ、ちょっと待って。なんかおるぞ。あ、なにほら。モスラみたいなやつおるぞ。敵か味方か、なにこれ。これなにこれ。うわ、やっぱ、敵や。しかも強いモンスターって言ってたぞ。やばいんちゃうか？追いかけてきてるぞ。まあ、白ちょっと、なんとかならんか？攻撃してみる一回。赤全然効いてないわ。赤が話なら話なら、やめとけやめとけ。やられるぞ、さすが指導とはいえ。やられるぞ。やばいやばい。こっから登っていきそうや。おいお前、気をつけろ、島田さんも。こっから登っていくよ。よしよしよし。ほっとけほっとけあいつは。またそのうちね、勝てるぐらいレベル上がったらね、相手してやるぜ。おう、なんかね、こうぐるーっと回ってきたら、こんなところにね、入り口らしいところがあったぞ。こっちの方じゃないか。お、いたぞ。まさに先生の召使いって感じだよね。ちょっとよろしいですかあなた。え、ちょっとよろしい。お、哀れな子羊よ。今日も元気に破壊活動していますか。あ、その先生に言われてここに来たんだ。ん、確か私が、あ、じゃ確かに私がメギラですが、特別な壺を取りに来たんですって。と、その前にです。あなたたち匂う匂います。私の鼻はごまかせませんよ。正直に言いなさい。あなたたち作物を密造していますね。いや、でも先生に言われたんだ。先生に言われたからいいんでしょ。許可が降りてんだよ、こっちは。うぬぐ、なんと正直な。教団の教えで、ものづくりが禁じられていること、知らないのですか。まあ、いいでしょう。あ、いいんだ。うん、そういうことなら、あなたには、まず、作った野菜を教団に納めてもらうことにします。野菜を納めれば、ご褒美として、この家にある小汚い壺を差し上げましょう。お前、小汚い壺って、お前、先生にお前、それ言えんのか、同じこと。さあ、何はともあれ、小麦を50個私に届けるのです。あ、めんどくせえな、お前。ちょ、さっき言うといてくれよ。そうそう、もしもう一度、どこかに帰るつもりなら、そこの導きの玉に触れておくんですよ。あ、導きの玉がね、近くにあるの？それは助かるぜ。うん。小麦ちなみに今は、あ、25しかないね。ちょっとね、パン作ったら行っちゃってたからね。オッケーオッケー。導きの玉どこにあんの？上らへんにあんのかな？っていうわけじゃない。わ、ねえ、綺麗な、これ家だよね。すごいな、入ってもいい？あ、入らせていただこう。ほら、あ、いいね、いいね。これ先生の部屋かな。ほら、ドラキーのね、壁掛けがあるぞ。え、どこにあるんその、あれは、導きの玉は。あ、これベッド？わ、ベッドや。いいね、ちょっと寝させてもらおうか。あ、でもね、夜になったらね、一泊できるから。ちょっと待って、導きの玉どこにあるの？あったあった。もうすぐそこっていう割にはね、割とね、ほら、遠かったんだけどね。触っとこ触っとここれ。うん。よし。導きの玉を起動した。うん。高台のハーゴン教会。あ、そうなんだ。まあね、先生はね、ハーゴン教会のね、副総督だからね。まあ言うたらここもね、支部の一つみたいなもんじゃないのかな。オッケー。ほんなら小麦をなんか50個だっけ？持っていかんとあかんから、とりあえず村に戻って小麦ね、収穫してくるか、ほら、収めるのですって言ってるよね。ちょっといいかな、記念撮影させてもらってね。はいはい。一旦ね、小麦を収穫しに村に戻ったんだけど、なんか定期的にね、鎖風がね、来て、ほら、ババンゴの実がね、なっちゃうんだよね。これをちゃんと、壊しとかないと、またね、土が腐ったりしちゃうから、こう気をつけろ。これ、泥でもいいんだっけ？泥でもいいんかな？泥やったら腐るほどあるからね。これ、泥で囲ってみよっか、一回ね。こうやってババンゴの実を、間違った。間違った。ババンゴの実を駆除していかんと、この先大変だからね。また腐ってまうから。違う、もう。あ、泥でもいけるわ。泥でもいけるぞ。オッケーオッケー。みんな、お前らこれを覚えろ、お前ら。俺がこれしゃんでも、みんなで、そのババンゴの実をなんとかしろ、これで。はいはい。小麦もね、収穫したら50個超えたんでね。これで、さっきのね、マギールさんの召使いのね、ところに小麦をね、50個持っていけそうです。そして、これ、キビの種も、あと2つでね、25個達成になるんだよね。で、ここにね、あるやつ、なんかね、育て方が間違ってるから、またこれも種に戻してね、2つゲットしたら25個いくでしょ。これずるじゃないでしょ。オッケーでしょ、これで。ほら。これでほら、25個になったぞ。これでいいんじゃないの？ 25 個できたぞ。あられちゃん。25個ゲットしたぜ。
どうですネグセさん、キビの種探し出せそうですか？うん、25個超えたよ。うん、まずソフィーさんとリズさんがいた山を抜けた先の湿地帯に行ってみてください。島田さんと歩いていれば種のある場所で吠え出すはずです。地面を掘ればきっと種が見つかりますよ。あ、とにかくあれか、壺をねゲットしようっていうのがあるから、うん、とにかく25個は確実に持ってなきゃいけない、プラス壺が必要なんだ。ってことはやっぱり先生の家にね行かないといけない。ほんならね早速行ってみましょう。おい、来たぞ来たぞ来たぞ、持ってきたったぞ小麦。はい、おお、哀れな子羊よ、小麦を50個持ってきてくれたのですね。さあさあ、その小麦をこちらにお渡しなさい。うん、まあ言われずにもう渡したるわ。ほらほら、おうおうおう、これは美しい小麦だ。なんとも恐ろしくおぞましい。ハート出たね。知っての通り島ではものづくりが禁止されています。しかし食べ物がなければ生きられません。島の者たちは魚や昆布、落ちている木の実を食べて生きてはいますが、私がどっちも嫌いなのです。あ、そうなんだ。形あるものは壊せ、それが教団の教えですが、最近は破壊が進み、戸惑う幹部もいます。おう、それとも今の島の体制をも破壊する、これが真の破壊ということなのでしょうか。もうすぐ島の総督ビババンゴ様がビババンゴ様、うん、あ、ヒババンゴ様ね、ごめんごめん、うん、教団本部からお戻りになるはずです。マギール様にもお戻りいただかなくては。おっと、そうでした。小麦のお礼にこの壺を差し上げましょう。地面に叩きつけて破壊してもいいのですよ。それは先生に怒られるでしょ。あ、これね。あ、乾きの壺。水汲み、水まき、自由に操れ。ゲットしたね。うん、達成。うん、島田さんビジョンに言ってるけどね。はい。ビルダー道具さん、乾きの壺。壺で水を汲んだり巻いたりできる。あ、これ自分でできるんだ。うん、ZR を1回押す、水を汲む。ZR を押しっぱなし、水を巻く。オッケー。確かこれがあれば、キビを育てられるっぽいね。うん、なんかまだ言いたけだね、言いたけだね。うん。マギール様はこのモンゾーラのどんなことでもお詳しい。副総督の鏡のようなお方です。あ、そうなんだ。うん。もしここにいらっしゃれば、恐ろしい大樹の謎や、おぞましい農園の秘密が聞けたでしょうに。で、どうしたのです？まだ何か用があるのですか？こう、こう、こうでね。うん。なんと、お願いがありそうだったから声をかけてみたんですって。なんなのですか、あなたは。まさか、いい人なのですか？うん、ところで哀れな子羊よ、あそこにある貯水池が見えますか？どこ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 。うん、ああ、そんなところに。うん、実はあの貯水池に、溜めてあった水が枯れてしまって困っていましてね。そこであなたにあげた古い壺で湿地帯から水を汲んできて、あの貯水池に入れてほしいのです。こんなん一発でいけんのか？何往復もせなあかんでしょ。水は山を降りればすぐに汲めるはず。目印のついた2箇所の貯水池に水を流し入れてください。そうそう、もし壺の使い方を詳しく聞きたい、聞きたければもう一度私に声をかけるのですよ。あ、それはもう結構だわ。うん、オッケー。あなたたちちょっと喋れる？お前図が高いな。人間が島を仕切っていたのは昔の話。今はハーゴン教団こそ島の管理者だ。でもっておいらは教団のマスコット的な大ネズミなのさ。まあ自分で言ってるだけなんだがな。そんなおいらのために小麦を10個持ってきてくれ。そしたらお礼に種をやるぜ。あ、種くれるんだ。あ、ごめんね、ギリギリ足りないわ。うん、また今度にするね。あなたは？おお、人間、あなたは随分堂々としていますね。ハーゴン教団の幹部の家にいるというのに。ところで人間、あなたひょっとして何か食べるものを持っていませんか？こう澄ました顔をしていますが、実はお腹が空いて今にも倒れそうなんです。あ、そうなんだ。うん、キャベツを10個くれたらお礼にキビの種を差し上げます。お、そうなんだ。どうか哀れな大ネズミに食べ物を。あー、ごめんね、村のね、みんなにね、キャベツ配っちゃったからね、キャベツも一つしかないんだ。よし、今度戻った時ね、小麦とキャベツね、持ってきてあげるからね。オッケーオッケー。ほんなら、まあせっかくだからね、ちょっと水をね、汲みに行ってみるか。はいはい、マップをね、開いたら、この家のね、こう左側にあるよね、マークついてるよね、これね。うん、ここに水をね、入れてあげればいいみたいだ。オッケー。あ、これほら、A ボタン切り替えで、ハンマーとグローブと乾きの壺にね、ほら、変えれるんだ。よしよし、じゃあね、とりあえず水汲んでこよう。サクッていってこよう。はーい、湿地帯に来ております。ここで ZR で水を汲む。なんだ？なんだかこれ。あ、乾きの壺が、なんてちょっと読めなかったね。泥水がなんてだって。これでいいの？こんな泥水でよかったの？で、これ AM 負けるんか？よしよし、とりあえず、オッケーオッケー。これマークのね、ついたところ行こう。いや、こいつめんどくさいね。いちいち出てくんねん、このモスラ。もういい。とにかく、マークのついたため池にね、この水を入れていけ。もう泥水でもいいでしょ、なんでも。うん。これだね、これだね。これに、ZR 長押し、なんやねん。もう、うっとうしいな、侵入してきてくぞ、キメラが。お前、ふざけろ、お前。いちいち邪魔してくるよね、もう。オッケーオッケー。
ほんなここに ZR 長押しで水を入れんの？こうやって。あ、なんかすごいぞ。え、なになになに？溜めたね。なんかすごい枠が出たんだが、あれ気にしちゃダメなのかな。もう一個あるでしょ、もう一個。ん？あ、ここここここ、これね、ここに、ここにも入れろ、ほら。あ、もしかして水なくなったんじゃないか。そういうわけじゃない。よいしょ、どんどん入れて、どんどん入れて。あ、来た来た来た。これで溜まったんじゃないか。オッケーかな。ちょっと、話聞け、こいつに。どう？あれでいい？お、哀れな子羊よ。貯水池に水を入れてくれたのですね。これは助かりました。ただ、湿地帯の泥水だけどね。うん。もうハード出たね。でさあ、水を持ってきてくれたお礼に、マギール様には内緒で、こんなものまであげてしまいましょう。あ、君の手もらったぞ。ありがとう。あとは、そうですね。せっかく壺をあげたんです。日々の暮らしに水をうまく活かすのですよ。うん。基本的にこの人いい人なんだよね。うん。ん？お前その嬉しそうな顔、目的の君の種を25個集められたんだな。うん、さっきからもう25個以上持ってるんだけどね。ところでこの湿地帯に来た目的は、君の種集めとメギラとかいうやつから壺をもらってくることだったはずだ。うん、そのメギラさんがこの人だよ。目的のものを全部集めたら一度村に戻ろうぜ。あ、そうだね。はい、達成。ん？何かひらめきそうだ、久々に。ひらめいた。うん、お、水門。木材を合わせて作った水場につけるもん。あー。いいね、いいね。ダムなんて作れるんじゃないか。いいよね。オッケーオッケー。じゃあね、一旦村に戻ろうかな。うん、いいかな、島田さんもね、それでね。うん。はいはい、戻ってきたぞ。あ、ビルドレベルをね、さらに上げれるぐらいのハートがね、溜まりましたね。オッケーオッケー。ほんなら、まずちょっと喋ろっか。うん。はい、あられちゃん。寝癖さん、お帰りなさい。いつも以上のニッコニコな顔。日々の種を集められたんですね。うむうむ、わしの家から乾きの壺も持ってきたか。これで、日々の種を育てられるな。ところで、チャコよ。お前は畑作りの天才ではなかったのか？その代わりに畑の知識は普通のようだが。あ、それは、その、天才見習いというか、天才候補というか。うん、それはいかん。もしもお前が望むなら、わしが知る畑作りや島の歴史を教えよう。どっちかというとね、先生の方がね、畑作りの天才なんじゃないか？本当ですか？やった、それは嬉しいです。寝癖さん、私、マギーユさんに弟子入りして勉強します。もっと寝癖さんのお役に立てるように。うん、達成したぞ。はい、ということで今回はね、シドウと犬のね、島田さんと一緒にキビの種をね、探しに行きまして、25個以上のキビの種をね、ゲットいたしました。そしてね、この先生のね、マギールさんの弟子から乾きの壺というね、ビルダーアイテムをゲットいたしましたよね。これで次回はですね、キビをね、まあちゃんとね、こう栽培できるようになるんじゃないでしょうか。そしてハートも集まったんでね、あのね、鐘を鳴らしてビルドレベルもね、上げれそうです。はい、今回はね、ここまでにしたいと思います。よろしければチャンネル登録、面白ければ高評価、よろしくお願いいたします。そしてよろしければ次回の動画もぜひご覧くださいませ。ありがとうございました。ヨットでした。